コスタ・ファシノサは2007年10月にコスタ・クルーズのために発注されたコンコルディア級クルーズ客船である。コンコルディア級の設計を基礎としてコスタ・ファシノサはベニスのフィンカンティエリのマルゲーラ造船所で建造された。コスタ・クルーズ船体が増設した5隻の船舶の一つとして本船は2012年5月6日に就航した。 コスタ・ファシノサと同系船であるコスタ・ファボロサは、コスタ・クルーズ船体の24億ユーロの拡大計画の一部として、同社の乗客定員を50%増加させるために2009年から2012年の間に就航した5隻の船舶として、2007年10月に発注された。コスタ・ファシノサの建造には5.1億ユーロの費用がかかっている。 この二席の船名はコンテストにより選ばれた。第一段階では1万6千組の名前が旅行代理店とその顧客によって世界中から提出された。名前についてはこれらの船舶が魔法のような華やかな場所であるというイメージを喚起するべきものとされた。25組の名前が最終選考に残り、同社のウェブサイトに掲載され、4万2000件以上の 訪問者が好みの名前に投票した。ファボロサとファシノサが一組の名前として入選した。同線はコスタクルーズではすでに就航しているコンコルディア級の設計を基礎としている。竣工時における同線の大きさは114,500相当であった。従前のコンコルディア級客船よりも6室、多い1,506客室に3,780名の 船脚を乗船させることができるコスタ・ファシノサは、コスタ・クルーズが就航した16番目の船舶である。2010年9月3日に帰港し、2012年5月5日に、コスタ・クルーズに引き渡されたコスタ・ファシノサは2012年5月6日に、就航し、5月11日の通常運航開始前に、プレビュークルーズを行い、東地中海を巡航した。同船は、 2012年11月には南アメリカに移動するが2013年の夏季シーズンに向けて東地中海に帰還する予定である。2015年3月18日、コスタ・ファシノサとスプレンディダがチュニスに停泊していた時、バルド国立博物館で武装犯が観光客を銃撃する事件が発生した。観光客のうち数人はコスタ・ファシノサを降りて、 ツアーバスに乗り込んだ人々であった。この船の乗客のうち3人が死亡、8人が負傷し、2人が行方不明のままである。ありがとうございます。